こんにちは、トライトです。まあ今日もリクエストのね、話をしていきたいなと思うんですが、まあ YouTube 結構ね、頻繁にやってます。まあこのラジオもそうだけど、はい、YouTube 頻繁にやっているので、まあ YouTube で結構見て動画の感想を直接いただくこととか非常に多くて。多いですよ。うん。まあコメントもしてもらっていいんだけど、うん、まあそこのね、やりとりをいろいろと、うん、お話しさせてもらおうかなというふうにね、思ってます。ちょっと面白いことがね、いっぱいあるんで。そう。まあ、最近は結構さ、出演者絞ってるから、こっちも。最近はそうですね。そう、出演者を固定してるから、そうだよね。なんか、すげえ新しい人がいっぱい入れ替わり、立ち替わり出てるっていうようなことは特にしてなくて。最近はそうだね、確かに。うん。だからもう、絞って、た人で、うん、まあ回してるっていうのがある。だからあの女の子は誰だとかさ、そういうね、噂は立つんだけど、うん、うん、絡みたいんだよみんな、ね、だからそういうこと言ってくるんだけど、まあ確かに誰だ、うん、愛嬌いいし、うん、みんな来てくれる人たちがさ、うん、トップのアスリート、うん、ヴェルディの江田選手とかも一回出てきましたし、うんうん、まあうちのねヨガの専門のね、うん、スタッフとかも、ね、うん、やっぱね、愛想とか愛嬌とかそういうのも全然いいわけなので、まあそういう人たちを、うん、ぜひ YouTube 出てくださいよって言って出てもらってるようなものだから、うん、うん、だからたくさんスタッフ増えましたよね。そう、出たい人はいっぱいいんだ。出たい人はいっぱいいんだけど、うん、あんまりいろんな人が出てもねっていうさ、うん、とこがあるから、まあ選んでるわけじゃないよ。選んでるわけじゃないけど、うん、うん、一番関連する、うん、自分たちが撮りたいなと思ってる動画に関連するもの、それからリクエストに答えられるような人たちよね。うん、で一応 YouTube 構成してるというのがあります。はい、まだ出てない秘密兵器とかもいっぱいいるからさ。たまにしか出てないね。そうそうそう、誰だこれはっていうやつもね、うん、もうあるからね、いるしね。予備軍もいると。そう、予備軍もいっぱいいる。予備軍がいる。ちょっと俺の方もさ、だから早く休みをね合わせないと、うん、ね、出演希望の子がさ、うん、ね、いるからね。そう、聞いてるか分かんないけどね、うんうん、まあその女性スタッフ増えましたねって、うん、とよく言われるのね、うんうん、まあ前回も話したみたいね、スタッフはコアは私たちしかいないからね、女性が多いとか男性が多いとかっていうわけじゃなくてもうね、それに沿ったところ、ね、まあただ指導者としてはやっぱり女性の方が強いかなっていうので、うん、あえて女性を、うん、まあ、推してる部分はあるよね、うんうん、まあそうですよね。そう、教えやすい、うんうん、っていうのと、まあぶっちゃけ言っちゃうとトラブルになりにくい、うんうんうん、なるほどね、うん、っていうところを考えると、うん、やっぱ女性スタッフで固めてるっていうのがあるかなっていうね、うん、まあそうだよね、うん、まあ女性を起用するってね、僕も経験ありますが、うん、まあ、うん、確かに、やりやすい環境を作るには、うん、最適かなと、うん、ね、うん、なのでまあ出たい人がいれば遠慮なく直接言ってもらえればいくらでも出演はお願いね。自分の方では結構声かけてるんですよ、うん、個性の強いやつがさ、うん、でもやっぱりさ、みんな恥ずかしいみたいで。ああ、なるほどね、うん、でそういう話になると声が小さくなっちゃうんで、うん、普段は結構ノウハウ言ってんのにさ、うん、でも、ね、こっちの方はなんか、うん、全然やりますよとかって言ってね、みんな出てくれるような人たちだからさ、うん、うん、そうだね、でもいっぱいいるわけだ、やっぱり、ね、そういっぱいいるね、うん、その中からね、やっぱりあの人をね、まあヨガの人が一番最初引っ張ってね、あの YouTube の先駆けの時はやってくれたもんね、まあ今もちょこちょこね、ヨガ出してますけど、うん、また楽しみな動画ができたよね。そうだね、ちょっと楽しみ、うん、ワンカットずつじゃないけどね、うん、そういうヨガも今撮って載せていく予定なので、うん、はい、ぜひね、これを機に出たいと、自分もやりたいと、モデルとなってやりたいという人がいればね、うん、ぜひやってほしいなと、うん、そうですね、だから何かを売り込みたいでもいいよね、まあ、そう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 、うん、まあ、コラボじゃないけど、うんうん、そういうのでね、そうですね、全然宣伝に活用していただいて全然問題ないので、今パワーつけてる最中なんで、これが大きなね、種になってくれてるんでね、うんうん、ぜひね、
まあ、海外市場も視野に入れて動いてるから、あ、海外はね、これはちょっと秘密兵器、秘密兵器だからね、はい、うん、すごい国がね、そう、いっぱいね、協力もしてもらってるからね、びっくりするよ、なので、あの、視野は世界にと、世界ね、アメリカじゃないよ、ちなみに、アメリカじゃない、ちなみにアメリカじゃない、ね、うん、ところをちょっとまあ見据えて動いていますので、はい、まあ、あのぜひね、あのリクエスト等あればご連絡いただければなと思います、うん、あのコメントもたくさんね、あのいただいていて、まあ、こちらも、うん、あの返せる時にあの返しているということもありますし、まあ、よくあの、ね、ファンの方々からはリクエストいただいて、うん、こういう状況どうなんですかとか、うん、いろいろお話をねいただく機会もあるので、うん、あのその際には本人とね直接連絡を取って感想を聞いたりとか、うん、そういったようなこともしてますので、ああそうだね、うん、あのぜひね、うまく活用してもらえたらなというのがあります、うん、いいね、うまく活用してっていうね、そう、そうですよね、まあ、必ず返してるもんね、コメントね、まあ、ある程度 ね、うん、まあ、は少なくともハートマークはつけてるね、そう、今絶対つけるから大丈夫だから、よほど変なあのコメントじゃない限りは、そうそうそう、ね、あの、うん、皆さんちゃんとハートつけてるっていうのは、あれ機械的につけてるんじゃなくて、ちゃんと読んでからつけてるから ね、うん、そう、まあ、うん、じゃあまあ、今後ねご期待とリクエストお待ちしておりますということで、はい、今日は終わりにします。はい、どうも。